はじめまして、おはようございます。ふめいです。さあ、続きやっていきましょう。閉じ込められたので、脱出を図ります。はい。これは、チャック・ネルソンという作曲家の肖像画だね。渋い風貌が探偵みたい。かっこいいな。これはピエール・ド・岡崎という作曲家の肖像画だね。メガネとヒゲがなかなかにチャーミングよね。肖像画か。これはザ・マッスル・ウォリアーという作曲家の肖像画だね。プロレスラーみたいな名前の人ね。これはマーサル・ジャンという作曲家の肖像画だね。ハットが活かしてるわね。なんかバロックってイメージだわ。ふんふん、これなんか意味あるのかな。なんだろうこれ。ねえ修之助くん、これ何かわかる？これは何かのメーターかな。音楽的なものとすればチューナーとか。そうだね。いずれにしても電池が入っていないみたいだ。電池切れのチューナー。ともかく動かすつもりなら電池を探さないとね。電池の切れたチューナーね。使うなら電池が必要よね。机や椅子に特におかしいところはないわ。黒板に気になるところはないね。この扉、鍵穴もないし、分解できる余地もないわ。あとは。これは、エレキギター？開いているのはこのケースだけみたいだね。とりあえず、そこにギタースタンドもあるし、置いておきましょう。アンプにもつなげたし、これならいつでも弾けるわね。え、聞くつもりだったのかい？いや、気が向いたらだよ。これを移動したことに何か意味があるのかな？楽器のケースが並んで置かれてるわ。鍵がかかっていて、開かないみたいだね。これはギターアンプだね。制御するボリュームがたくさんついているよ。上には何か機械を置くようなスタンドがあるね。なるほど。そこに、なんだ、さっきのあれを置くわけか。ボイスブースト？スイッチをブーストに切り替えちゃったよ。ドライブのつまみをマックスにしたわ。ドライブのつまみをオフにしたよ。マックスかオフかしかないのこれ。極端ね。ボリュームは最大がいいよね。ギターアンプのボリュームをいじってみようか。ぐわーん。時野さん、大爆音すぎるよ。そっか、さっきいじったからか。なるほど。ごめん。やった、自分自身驚いちゃった。これじゃあチューニング機器なんかもいかれちゃうんじゃないかな。あとは？机や椅子に特におかしいところはないわ。カーテンをロープ代わりにして窓から脱出とかどうかな。ここは3階だよ。落ちた時のリスクを考えた方がいい。そうだよね。これは？
ストレス解消に叩いていきたい気もわかるけど、今は脱出に専念しよう。そんなこと考えてないから。3階の窓から脱出というのはとても現実的じゃないな。ショーケースの中には何が入ってるのかしら。ガタガタ。どうやら鍵がかかっているみたいだね。中のものを調べてみたいんだけど。パスワードはエラーコード。何これ、誰かの走り書きが貼ってあるよ。パスワードはエラーコード。直接すぎる割にはよくわからないね。何かのパスワードがエラーコードってことなのかな。エラーコードがパスワード。無理に開けようとするとガラスが割れて危険だよ。そうだよね。ちゃんとした開け方を探してみましょう。ショーケース違う。このおもちゃ動くってことは電池が入ってるんだよね。拝借してしまおうか。炭酸電池。後で戻してあげるから許してね、お人形さん。ドラムセットが置いてあるわ。あ、オルガンの後ろに扉があるよ。ということはこのオルガンさえどかせば出られそうだね。今回は簡単な探索になっちゃったわね。わ、何これ重たい。本当だ。引っ張ってずらすのもできそうにないよ。二人がかりでやってみよう。無理。とてもとても動きそうにないよ。ここは少し頭を使おう。きっと中身があるから重いんだ。そうね。つまり中身を出してしまえば。ああ、僕たち二人でも動かせるはずさ。分解すんの？これを動かすには中身を出して軽くしないと。私たちには無理よ。さて、あれ、これ調べたっけ。炭酸電池ね。チューナーにつけてあげましょう。組み合わせ、おいさ、電池を入れてあげれば。はい、これをアンプのところに置けばチューニングできちゃいそうね。持つ。アンプの上のスタンドにメーターを置いておこうか。アンプから音を出せばチューニングができるってことみたいね。どういうことだ？こっちをいじればいいの？これはギターアンプだねってさっきも言ってなかったっけ？ああ、置いたから若干変わったってことか、セリフが。で、ボイス？スイッチをボイスに切り替えたよ。こっちだ。でーん。いい音。ストレス解消してるところ悪いけど、ちゃんと探索しようか。ごめん。エラーコードね。エラーコード。
何らかの方法でエラーを発生させればいいと思うのだけれども、どうでしょう。こんなにちっちゃいボディから大音量が出せるって素晴らしいよね。ここら辺分解はできそうにないのかな。ボリュームを切ってしまったよ。ギターをかき鳴らしても全然音が響かないね。きっとアンプの方のボリュームが切れているからだよ。もうそのモードに切り替わってあるね。そもそも仕組みがわからないからなんともなんだよな。ドライブ、ボリューム両方切ったら、ブースト、何をどうすればいいんだろう。セリフ読み飛ばしちゃった。スイッチかな。ショーケースの鍵代わりってことなのかしら。これを押したらどうなるのかな。いきなりトラップが発動するなんてことはないと思うよ。そうだよね。多分これがショーケースの鍵だと思うんだけど。お？待って、適当に押しただけなんだけど今。ちょっと待って謎解きもクソもなかったんだけど今。あ、何かが解除された音。ショーケースの鍵が外れたのかもしれない。ちょっと待って、 BOOT どっかに書いてあった？わからない、わからないけど、なんか適当に押したら開けました。鍵も解除したことだし、これで開けられるでしょ。はい、開きました。なんかよくわからないけど開きました。これで中のものを調べられるね。真新しいティーセットだね。誰かが使っているのかな。そもそもこの部屋を使う人って噂の音楽室の魔女？それを調べに来たんだったね。早いところここを脱出しよう。まあここ行ってみますか。あ、これってディスクオルゴール？なかなかいい趣味の持ち主だね。
ここの部屋の住人は。うむ、開けられないや。ロックをかけられてしまってるみたいだね。ふんふん。じゃあこれをまず開けるってこと？何も入ってない。なんだろう。なんだろう、あと何かある？で、この扉も開かないし。中身を出す作戦もここで失敗なのか。諦めるのは早いよ。開ける方法が何かあるかもしれないし。そうだね。部屋を含めてもっとよく調べてみよう。この扉が開けば中身を出せるはず？あ、扉ってこれのことか。この扉が開けば中身を出せるはずよ。そう信じましょう。扉ってこっちかと思ってた。この扉から出るにはオルガンを動かさないと。うんうん。特に何もなしかな。だとやっぱりここなのかな。棚の中には特に何もないようだ。なんだろうな。ロックがかかってる。ショーケース自体もだけど、鍵もおしゃれな作りだったわ。もう押せないってことこれ。ってことは他に何か開ける方法が。ヒントください。オルガンをもっとよく調べたら何か見つからないかな。オルガンをもっとよく。こっちタッチし尽くした感があるのだけれど。ん？なんだこれ。このくぼみは何だろう。円形のくぼみ？ディスクか何かがはめられるのかな。あ、それに何か落ちてるみたい。お、画鋲を手に入れましたね。これって画鋲？画鋲に画鋲に見えるけど、サイズが段違いに小さいね。何なんだろう。ふんふん、調べる。これは画鋲？いや、それにしては小さいな。持ちます。はい、何かある？これってディスクオルゴールよね。天窓から見えるディスクからして、おそらくそうだろう。このディスクなんだけどさ、
オルガンのところのくぼみに似てない？なるほど、これがハマるかもしれないということだね。うん、試してみる価値はあると思うの。とはいえ、残念ながらこの箱は開かないよ。そんな…でも、そんな時のための分解よね。張り切っちゃうんだから。この正面についている飾り、なんだか怪しいわ。おそらくは鍵になっているんだろう。ここは時野さんの出番だね。うん、早速分解しちゃうね。なるほどね、フラグが立ってなかったから何も起こらなかったわけか。分解しましょう。で、これでカバーを外せるね。うん、これはポチッと解除とはいきそうにないね。これマイナスドライバーを使えばひねることはできそうだけど、とりあえずやってみよっか。変化なしかな。うん、もしかしたら内部では何か変化してるかもしれないよ。だとしたら順番なんかがあるのかもね。これは引き出しになっているのね。人で何も入っていないようだけど、これは人手の絵ってこと？でもそれにしては、絵に描かれた矢印、それに人と手の間の隙間も気になるね。もともとは4文字書いてあったのかな。なるほど、そういうことか。一筆書きでこう星の形にってことかな。人での4文字と星形の絵に赤で描かれた矢印、これは一体どういう意味なのかな。一筆で描くとすると、こんな感じ？違うか。じゃあ上からこういう順に行けばいいのかな。でもないのか。一筆、あ、そういうことか。こっちからスタートするのかな。どうだ、あれ違う？あ、あったあった、よかった。あ、いい手応え。これで上蓋が開いていれば、やったね、ロック解除成功。さーて、あとはディスクを取るだけ。取れないんだけど。この再生用の針が上がらなくなっているせいだね。あ、本当だ、こんなところにもロックがある。まったく、どれだけ厳重にしてあるんだろうね。うん、でもだからこそ燃えるわ。その息だね、中を調べ尽くしてしまおう。何をすればよい。これ、このスイッチは何かしら。おそらくはロックを解除するためのスイッチじゃないかな。確かにそれ以外考えにくいもんね。4つ並んでいるところからすると、またもや正解の順序があるかもね。とりあえず押してみよっか。この板にはネジがついてないけど、端2つにはついているのね。ネジ、これ外せる？で、取れる。これで外せそうだね。下にあるのは何かの模様かな。隣にも続いてるみたい。それにこの隣の板、スライドできるみたいだよ。わあ、なんだか面白そう。これで外せそうだね。よし、こっちも外せたわ。まあ1個外した時点で予想はしてたけど、これ
阿弥陀仁だよね、どう見ても。で、これ押すとどうなる？あれ？スイッチが戻っただけで何も起こんないよ。これはやっぱり正解の順番があるとみて間違いないね。またも私の前に立ちふさがるのね。さっきも解き方はどこかにあったんだ。今回もあるんじゃないかな。順番ね、普通に左から順でいいのかな。こうきてこうきて、1個目がこれで、でこう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 、これかな。でこういってこうきて、あれで、これあれ、こっちか。あれ、蓋の裏に書いてある通りの順番で押したのに。蓋の裏に書いてある通りだったの？あれは直接の順番を示すものではなかったのかもしれないね。だとしたら何の番号なのかな。怪しいのは板の下の模様だけど。蓋の裏？蓋の裏に何か書いてあるわ。それをまだ見てなかったんですけども。え、これって番号？逆さになっているけど間違いなく数字だね。よし、この順番でスイッチを押せばいいのね。1,2,3,4、 なるほど。待って、 1,2,3,4 か。本当にそんな単純でいいのかな。ほんとねてててててれてと、1,2,2,こっちか。こういってこういって、こうこうきての、こうか、ポン。この順番じゃなかったみたい。スイッチが元に戻っちゃったわ。で、1,2,3,4。1,2左に3、右に4。左右。逆さになった数字、蓋を閉めた時の状態を想像してみたらどうかな。あ、逆か。そうかそうか、そういうことか。逆なんだ。だから右左、これか。つまり1がこっちになるわけか。で、2、どれだっけ、3、1,2、こっちか。こう来てこう来てこう来てこう行ってこう行って、3で4か。よし、いった。あ、6が外れたよ。どうにか正解の順番で押せたみたいだね。針を外してディスクを手に入れましょう。これ？これなら針を上げられるわね。やった！これで念願のディスクが手に入ったわ。はい、オルゴールディスク。とりあえずオルガンのくぼみに試してみましょう。これね、調べる。オルゴールに入っていたディスクだよ。オルガンにはめ込んでみようか。で、これ多分チューニングの方に使うやつだったんでしょうね。
その過程をすっ飛ばしてしまった感じかな。あ、こっちかな。え、こっち？どこに使うんだろう。わからないからいいや。とりあえずこれ。オルゴールに入っていたディスクだよ。オルガンにはめ込んでみようか。どっち？こっち？あった。このディスク、ちょうどよくはまりそうね。あ、こっちで使うのか。なるほどね。あれ？はめてみても何も起こらないや。まだ何かが足りないということなのかな。よく見るとディスクの4分の1に穴が開いてるけど、これのせい？持つ。どこだ？とりあえず適当に置く。この画鋲だと思ってたのってディスクのピンなんじゃない？うん、やっぱりこの穴に当てはまるわ。穴の数とピンの数が合わないね。とすれば配置があるんだろうか。うん、ピンの配置って言われてもこれが何の曲かもわからないし。ディスクには作曲者の名前が書いてあるね。ピエール・ド・岡崎？どっかで見たことあるような。ピエール・ド・岡崎っていうのはこれでしたっけ。あのオルゴールディスクの作曲者ってこの人だよね。そうだね。ピエール・ド・岡崎とディスクにも書いてあったよ。何か手がかりはないかな。あ、修之助くん、これ見て。ん？肖像画の裏に何かあったのかい？おお、なるほど。これって楽譜の一部だよね。そうだね。間違いなく一小節分だ。ディスクにピンをつける場所の手がかりにならないかな。肖像画紙を手入手しました。いつでも楽譜を見られるようにこの肖像画紙は持っていきましょ。調べる。裏の楽譜を見てみましょう。ディスクにピンをつける場所の手がかりになってたりして。ドレミ、どこがどうだっけ。ドレミファソラシドレ、レかな、レドミソ、レドミソ、違ったりして。まあいいや、とりあえず、どこだっけ。あったあった。適当につけていこう。こんな感じでどう？よし。あ、オルゴールディスクが回り始めたよ。扉が開いたような音もしたね。ちょっと調べてみよう。多分こっちですよね。あ、こっちじゃないんだ。ってことはやっぱりこれどかさないとダメってこと。あ、開いた扉ってここかな。これで開けられるはずよね。あわ、すごい、すっごいパイプの数。なるほど、これじゃ僕たちが動かせないはずだね。で、どうするのこれ。このパイプを全部抜いちゃえば相当軽くなるはずだよね。そうだね。二人
二人で協力して外してしまおう。ふう、重労働だった。ああ、僕らは肉体派じゃないのにね。いつもは彦道の担当なのにね。まあ、いない奴を愚痴っても仕方ない。これでオルガンを移動できるはずさ。やった！これでこの扉から出られるね。開くよね。よかった。こっちの扉は内鍵がついてたよ。さ、開けて出てしまおうか。それにしても私たちを閉じ込めたのは誰だったのかしら。確かめるためにも一度音楽室の方へ戻ってみよう。ふう、一時はどうなるかと思った。安堵の息を吐きながら第二音楽室の方へ戻ってくる。旧校舎ならともかく新校舎の方で閉じ込められるなど予想していなかった。でもどうしていきなり閉まったのかな。魔女の仕業ならしっくりきそうなものだけど、もしも食うつもりなら扉を開けた途端襲ってきそうなものだしね。あはは、まさかそんな、ゾンビ映画じゃあるまいし。あ、うん、その赤い花はピアノの上の花瓶。そこに生けてある花に二人は近寄った。独特の甘い香りに脳が刺激される。それ気に入った。え？な、不意に後ろから聞き覚えのある声。瞬時に振り返るとそこには昨日廊下で出会った上級生がいた。しかし怪しく笑うその姿はあの時とは明らかに違っていた。まさかあなたが噂の魔女なのか。時野さん、こっちへ。目の前の女生徒が自分たちを閉じ込めた張本人かもしれない。悪感を感じた修之助は分かるを自分の方へ呼び寄せた。やっぱり可愛いわね。話に聞いていた通り。え、それって、あ、幽霊か。13時10分、昼休憩の終わりを告げるその音に耳を澄ませ、視線は壁にかかった時計に向いていた。え、あれ、そんな気を取られていたほんの一瞬の間、気づけば目の前にいたはずの女性とは忽然とその姿を消してしまっていた。一体どういうことなんだ。普段は冷静沈着な修之助もさすがに動揺を隠せないようだった。ズキリ、頭に走る鈍い痛みにわかるは眉を寄せた。日に焼けた薄茶色のカーテンが風を受けて緩やかに波打っている。なんだか気になるけど。脈打つ自分の左腕、そこに巻かれた時計から時を刻む秒針の音がやけに大きく響いてくる。とりあえず教室へ戻ろう。今ここへとどまるのも危険な気がする。うん、授業もサボるわけにはいかない。わかるたちは後ろ髪を引かれる思いで自分たちの教室へ戻ることにした。放課後、ホームルームが終わると同時にわかるたちは第二音楽室へと急いでいた。あれ？しかし昼と同じように引き戸に手をかけると鍵がかかっている感触、開く気配がない。もともと使われていなかった場所だし、あの上級生が開けていたというのが妥当な考えだけど、誰も知らない、どのクラスにもいない、存在しないはずの生徒。うん、やっぱりあの噂を思い出すよね。あの人が魔女なのかな、それとも何か別のものなのだろうか。あの上級生が本当に存在する生徒なのか、それを探る必要もありそうだね。うん、まるで
魔女の手のひらの上でもてあそばれているような感覚。梅雨独特のねっとりした空気の気持ち悪さも相まって、今いる空間すら幻のように思えた。どうやら行ったみたいね、あの子たち。足音が遠ざかっていくのを聞きながら、糸のように細い指を唇に当て、おくそ M。あなたの言う通りだったわ。ホームルームが終わってすぐに来た。あなたも早めにここへ来て正解だったわね。夕日をバックに佇む赤いタイの生徒。彼に向かって彼女は微笑を浮かべる。あの子、本当に素晴らしいわ。食べてしまいたいくらい。つぶやいた途端、何かをいじくるような音が彼から響いた。ふふ。本当にわかりやすい子。彼女はお気に入りのティーセットを取り出し、今日の茶葉を選び始めた。第二音楽室は開いていなかったか。とりあえずは別の場所で魔女に関する情報を集めようか。とまあこんな感じで。ねえ修之助くん、職員室に行ってみない？職員室に？悪事の告白でもしに行くのかい？そんなんじゃないってば。魔女にさらわれた生徒の噂ってここ最近流行りだしたものだよね。そうだね。少なくとも先月の頭までは聞かなかった。じゃあさ、この学校の生徒の出席の記録を調べればいいんじゃない？なるほど。だから職員室か。先生に聞くのが一番手っ取り早いと思うんだ。言いながら、わかるは引き戸に手をかける。ああ、だけど僕は。わかってる。私、一人で行ってくるよ。修之助くんはここで待ってて。ごめん。いいっていいって。修之助くんがいると、あの先生、すごく居心地悪そうにするしね。まあ、仕方のないことだよ。クビになるとでも思っているんだろうし。じゃあ私、行ってくるね。失礼しました。お決まりの言葉とともに、ワカルは職員室の扉を静かに閉めた。お帰り、どうだった？廊下で待っていた修之助の問いに、ワカルは小さく首を横に振った。最近行方不明になった生徒とか、欠席してる生徒はいないかって。いろいろ聞いてみたけど、ずっと知らないの一点張り。全然話が通じなかったよ。やっぱり、ただの噂なのかな。でもあの様子、何かを隠してるみたいな感じだったかも。職員室での担任の様子を思い出す。焦ってるような態度だったし、聞かれて困るようなことだったのかもしれない。とりあえずはいいんじゃないかな。今は考え込んでも仕方ないよ。ま、そうかもね。わかるは悩むをやめ、次の行動へと切り替えることにした。どこに行こっか。はい、というわけでここら辺で今回は終了としましょう。まあ、あの上級生と一緒にいた生徒、だいぶわかりやすかったですね。ダイソーいじってる音ですよね、絶対。さてと、セーブ。戻るじゃね。セーブしてタイトルに戻る。はい、まあこんな感じでね、次回はまた探索パートとなります。いや正直脱出したらもうこのチャプター終わりなのかと思っていたんですが、どうやらまだ続くようですね。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回探索やっていきましょう。ではねー。